わかりました。三度の誠、慎んでお受けしましょう。まずは天を三つに分かち、一つはあなたに。天を三つにと。その後に残る二つの天を滑る。この度と同じく劉備殿には三度天下の門を叩いていただきます。高将軍が娘月英と申します。我が夫である孔明様をお支えすべく日々武芸に学問にと研鑽を積んでまいりました。孔明様は大徳と世に名高い劉備様に請われ、ついに乱世と対峙する決意をなさいました。いよいよ伏していた劉が飛翔するのです。これからの戦い、決して平らかな道のりではないと存じますけれど、孔明様の志を果たすためならば、いざ参ります。劉備殿は英雄の資質を持った方です。情け深く義に厚い、故に苦しむこともあるでしょう。その時こそ私たちが支えねばなりません。この戦、劉備殿と民を無事に逃がすのが目的です。いたずらに雄を誇示せず、曹操の猛攻を防ぎ、策をなすことを考えてください。私たちの策がなれば、劉備殿も民も荒涼の地にたどり着けるでしょう。この脱出の成功が天下三分の第一歩となるのです。月へ、早速の難事ですが、頼みましたよ。はい、孔明様の策、この月へにお任せを。みんな、無事に逃げ延びるのだ。我らは、かの拠点を確保し、家計を叩き、工作部隊、予定地点にて準備を進めなさい。この拠点は私が占拠しました。通せねえ、絶対ここは通せねえ。
来やがれ。この橋が延期と長期の大舞台だぜ。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。この刃の君たち、貴様で試すか。爪を誤ったか。敵将撃ち取った。私も続くぞ。やっと来やがったな。私は巫女を殿のもとへ。お頼み申す。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。一気に打ち破る。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。この勢い大切にしましょう。先駆けよ。この戦を制するのだ。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。おお、チョウ、無事であったか。ご安心ください、殿。今ですね、劉備殿、まずはこの炎であなたの道を照らしましょう。長き道ですが、必ずやあなたの天下を。次は負けない。敵将撃ち取った。おう、諸葛亮の策か。なんと心強い。そろそろ潮時か。飛行の部拝見させてもらおう。この頂き、まだまだ見えぬ。敵将撃ち取った。Thank you.
我らが健康な守り、僕と見るがよい。月へ共に攻め立てましょう。しまいましょう。攻め時と見た。進め。引くのも戦略です。敵将撃ち取った。私も続くぞ。我らが健康な守り、僕と見るがよい。一気に打ち破る。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。一人で戦う。功を焦りましたね。時に引くのも戦略です。敵将撃ち取った。お任せあれ。攻め時と見た。進め。この戦決めてしまいましょう。
民の脱出を優先させる。全軍護衛を。殿、お逃げください。バカな、民より先に逃げるなどできん。その言葉お聞かせいただけると信じていました。大徳の明日のため、今こそ策で道を開きましょう。劉備殿の人徳、我が知略で支えましょう。次は我らの番だ。無事に逃げ延びよ。調子だぜ。終わりです。終わりです。はい、終わりです。はい、もらおう。攻め時と見た。進め。はい、人徳なき祖父、天下は渡せぬ。再起を図り、必ず曹操を討つ。曹操軍から逃げ切ることができた。これも皆が命がけで働いてくれたおかげだ。私は本当に配下に恵まれているな。だが今後はこのような消耗戦は慎まねばならん。曹操、次は許してくれないだろう。
確固たる地盤があればまだ戦えるのだな。